皆さん今朝はどんな感じですか？ How are you? How are you? からし頑張った。あ、見てくださったんですね、ゼロポジ。あー、行けた。おー、だるますごいたくさんありがとうございます、嬉しい。はい、あの、そう、昨日はからしのゼロポジが、はい、ありがとうございます。からしのゼロポジが、私は罰ゲームでからし食べたんですけど、もう本当に気持ち悪すぎて、なんでしょうね、なんかあのあれですよ、最初はシュークリームって思うじゃないですか。で、皮が最初は感じるんですよ。で、美味しいと思うんですよ。で、その1秒後にからしが来るんですよ。わかります？からしの激痛が。そう、罰ゲームじゃないよね。まあまあ、でもなんか罰ゲーム萌えセリフみたいな。そうだから、めっちゃやばかった。もう泣くかと思った。いや、泣いてたけどなんでからしにしたん？なんか食べてやってみたかったんですよ。そしたらこんなにまずいものだと思わなくて、それからもうずっとシュークリーム見るたびにこの味だと思っちゃって恐怖なんですけど、最近シュークリームを食べたんですよ。最近シュークリーム食べ始めて、またなんかまあそんなにもうからしの後遺症残ってないというか、でそれ食べ始めたら、あの、なんでしょう、なんか美味しすぎて、あのもうからしのシュークリームの感じ残ってるから、もう美味しすぎて、そう、美味しすぎて、だからもうそれからも私はシュークリームが好きになりました。あ、だからそうですね、からしシュークリームのおかげもありますね、シュークリーム好きになった。お時間とかにありがとうございます。タコありがとうございます。だからまあ一応そういうことなんですよ。あ、シュークリームとかエクレアとか好きです。わかります。なんかクリーム系美味しいですよね。でもあんまり多く食べると気持ち悪くなるから、ちょっとくらいで大丈夫です。もうアーモンドボール美味しすぎて、あとショコラフィナンシェが本当美味しすぎて、あー、あれあれ落ちちゃった。そう、美味しすぎた。虫食べてないんですよ、私も勇気なくて。もうその時も怖すぎて、何を食べるにも怖すぎて。星ありがとうございます。誰もありがとうございます。 DM 見ました、ありがとうございます。よいしょ。ということで、ではコーヒーを入れたいと思います。あ、今メール来たみたいです。お、遅いね。コーヒー入れます。今日はですね、ギユさんのいただいたギユさんのカップで、かっこいい、やばい、押すと映ってる、スクショ、ちょっとこれスクショ、うん？なんてやんだこれ、どうすればできるんだろう。うんうん、あ、音量上げるだけになっちゃった。難しい。かっこいい、どっからどう見てもかっこいい。はい、ということでコーヒー入れます。コーヒー飲めるの？私はコーヒー飲めないです。そう、私はコーヒー飲めない。また落ちた、また落ち、2つ同時に落ちるとは。え、どこ行ったんだ、え、落ちたよね、
どこ行ったんだ。あった、落ちちゃった。今日のイヤリングはこちらのイヤリングです。コーヒー入れます。おはよう初見さん、ありがとうございます。研究生小学6年生11歳の林美玲です。おはようございます。コーヒー入れてます。じゃあということで入れます。せーの、シャラララララララン。ギユさん暑い、ごめんなさい。あのお風呂だと思ってください。おいしい、いいでしょう、いい湯でしょう。初見です、わら。初見じゃないでしょ。ムラシチュ、ムラシチュです。雪だるま、ありがとうございます。お風呂だと暑すぎるね、それね、ちょっと暑すぎるね。カップに話しかけるなんて可愛すぎる、ありがとうございます。ロポジ見て、ありがとうございます。ちょっとね、一番このバトルが悲惨でしたね。思い出しただけでもなんか気持ち悪くなってきますね。本当に、ね、大変だった。でもその時一日中本当にもう気持ち悪くて、で多分メールに書いた時なんですけど、メールにあのこう今日ちょっととても気持ち悪いものを食べてしまったって書いて書いた時があったんですよ。覚えてるかわからないですけれども、皆さんがそう、それ書いた時にとってもやばくて、めちゃ良かった。うん。ジェメラ良かった。ありがとうございます。ジェメラ見てくださいましたか。そう、テレビ2回目ということで。とてもとても楽しかった。そう、なんかね、あの最初の自己紹介みたいな時に、何言うかずっと迷ってたんですけど、自己紹介だからもうこれはパワーワードを言うしかと思って6年生って言いました。あ、そんなメール送ってたね。あ、覚えてますか。すごい。世の中にはもっとまずいものがある、絶対にね。自己紹介可愛かった、よかった。からし食べた後にダンスはできないね。まあ確かに、うん、ちょっとね、そうだね、確かに難しいかも。どれでも自分のみんなテンション高かったね。そうですね、皆さん可愛かった。本当にいつの間にかランドセルがね、あ、本当だ、忘れてた、やば。今度はちゃんと置いてきました。本当に牛さんかっこいい。もうすぐ小学校卒業か。そう、もうすぐ。喉がむずむずする。桜フラペチーノ感想待ってます。あ、そうです、飲みたいんですよ、桜のフラペチーノ。ものすごく、ものすごく。あ、シャララ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 ラ、ものすごく飲みたいんです。美味しい、飲んだ方いますか。はいはいはい、感想はどうでした、美味しかったですか。27日劇場で会えるの楽しみにしています。楽しみ、ありがとうございます。めっちゃ期待します。期待します。逆じゃないって。楽しみ。たくさんコールができないか、たくさん応援してください、よろしくお願いします。初見です、初見さん、ありがとうございます。中期研究生の林美玲です。小学6年生です。そう、今日本当はトーク会、そうだね、今日本当はトーク会でした、ね、
やっと見れました、ミレイちゃんの配信。あ、ありがとうございます。おはようございます、食屋さん。ありがとうございます、ありがとうございます、よかった。フォローしました、ありがとうございます。桜のフラペチーノって暖かくなるまでやるのかね、今は寒い。あ、確かに。でもどうなんだろう、いつまでなんだろう。結構あのほらチョコのフラッペはすぐいなくなっちゃったからさ、フラペチーノかすぐいなくなっちゃったからさ、桜もすぐいなくなっちゃうのかなとは思ってるんだけど、もうチョコもうちょっと飲んでくればよかった、1回しか飲めてなくてめっちゃ後悔してる本当に。でも新作はもうたくさん飲んでた方がいいですよ。皆さん、よいしょ。ここ。ゆえちゃんは桜の味好きなの？いや、なんか桜私飲んだことないんですよ、桜のフラペチーノ。そう、飲んだことはないんですけど、ジュキにおすすめとかされて、ミキちゃんが好きって言ったかな、桜のフラペチーノ。ミクロちゃんとかもいてて、でそれで美味しそうだなと思って飲みたいなって思ったのが最初。ということでブラックコーヒーできました。ブラックコーヒーの方フォローしました、ありがとうございます。名古屋は今日暖かいですか？暖かいです。期間限定は気づいたら終わってる、あるあるね。そうそうそう、はい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 。じゃあどうぞ、ギュウさんお飲みください。ギュウさんの目は青い、かっこいい。どうぞ。ギュウさんは元の目は色青いんです、かっこいい。青い目のキャラって大体かっこいいと思う。美味しいですか？よかったよかった。よかった。美味しいなら何より。では次、ミルクの方。よし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 。ミルクの方。美味しいですか？いちごありがとうございます。美味しい？よかったよかった。牛さんカップはお一人様専用ですね、もちろんでございます。ということで、美味しかったですか？イエーイ！お砂糖も入れてください。お砂糖エアで入れます。どうぞ。よきよき、よかったよかった。サムライチカもかわいい、ありがとうございます。ゆきたもありがとうございます。よしおさんありがとうございました。ギユさんでございます。ギユ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 お、ということで15分経過らしいです。ではコーヒーは以上になります。ありがとうございました。雪玉でありがとうございます。よいしょ。じゃあこれは持ってきますね、ちょっとお待ちください。よいしょよいしょよいしょ。
踊りを踊り踊り踊ります。イエーイ。おはよう初見さん、ありがとうございます。地域研究生の林美玲です。では、おちょっと、お待ちください。よいしょ。では、こよちフラグ踊ろうと思うんですけど、その前にもう一つ踊ります。最初にフォローしました。ありがとうございます。お洋服着替えます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よし、 OK。 よし、ここら辺かな。よいしょ。お、これで撮った。じゃあちょっと着替えます。お待ちください。わーわー
はい、やっていくので次はね、なんとフラチュフラグのパートを1曲まるまるファイユフラチュフラグのパートを1曲に全部入れたいと思います。イエーイ、 MV みたいな感じですね。お、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ててん、どんどん
ありがとうございます。ということでこのお洋服はですね、プラクティス動画で着てたお洋服です。なので今日はこれでクレッチ開きを踊りたいと思います。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。めっちゃ緊張するんですけど、行きます。
失敗しちゃいました。失敗しちゃった。失敗しちゃいました。流れ取る。足上に行くのに。ね、昨日やったら。なんて。びっくり。初見なし、初見さんありがとうございます。次期研究生の林美玲です。疲れた。じゃあもう一回やります。もう一回できるくらい頑張ろう。あれThank you.
ありがとうございます。どうでした？足上がってました？はあ、あ、2月16日の劇場公演で投げキッスのボードにレッスンしてくれてありがとう。あ、全然全然見ましたよ、ちゃんとしっかり見えました。よかった、届いて。そう、可愛かった。キス。上がってました、足。上がってました、よかったです。あれ、よかった。よいしょ。もっと柔らかくして90度までいけるように頑張ります。この辺、目指すわ。まだここでしか左が全然上がらないんですよ。あ、上がった。でも左ボキってなるんで。あ、たくさんギフトありがとうございます。小判とか雪だるまとか、いや、そういうの踊ってる時雪が踊ってきて可愛かったです。ありがとうございます。ではランキングしたいと思います。13位の方から皆さんの方、未来とは、未来とは一秒後砂時計月の一粒か。ありがとうございます。13位の方ありがとうございます。じゃあ次第12位の方、無意識の色、いきます。ですね。僕たちの無意識は一体何色だ、愛しさはいつで僕に近づく。ありがとうございます。12位の方ありがとうございます。では次第11位の方、
備いきます、うん、キャンディーバッサー口に入れて舌のその上でごろがそのよまくてちょっとスパイ元気ありがとうございます。では次第10位の方、パレオエメラルド。ではいきます。パレオはエメラルド腰に巻いたやつ。ありがとうございます。10位の方ありがとうございます。では次第9位の方、君のカップリングイズ。あカップリングの君は表とは違うよね。ありがとうございます。9位の方ありがとうございます。よいしょ。では次第8位の方、チキンライン。ではいきます。私はマイク持ってないので、ね、ラインじゃなく目を見ていいな本当に癒していいのなら。ありがとうございます。8位の方ありがとうございます。では次第7位の方、スタンドバイユー。いきます。恋人はそばにいる今はまだ友達でも。ありがとうございます。7位の方ありがとうございます。では次第よいしょ6位の方、賛成かわいい。いきます。賛成かわいいちゃんちゃん青ね、青空が片思い恋は空の下で生まれるんだ。ありがとうございます。5位の方ありがとうございます。では次第4位の方、いきます。君より先に先に着きたい待ち合わせ場所のあの丘へ。今まで僕が負けてるし。ありがとうございます。4位の方ありがとうございます。では次第3位の方、前のめり。いきます。もう一度走ろうか胸が熱くたぎたいつの日からだろう僕が歩き出したのは。ありがとうございます。3位の方ありがとうございます。では次第2位の方、12月のカンガルー。いきます。あ、抜けちゃった。12月のカンガルー僕の中には君がいる。ありがとうございます。2位の方ありがとうございます。そして今日第1位の方ありがとうございます。では1位の方を愛してラブル。いきます。いきますよ。叫べ I love you もっと声で愛してる恋人よ。ありがとうございます。ということで今日もありがとうございました。
しょ。きっと拾うんだら綺麗で王子様にちやほやされるんでしょ。あんなの私も目様になれたらなんてね。ということで今日のミレフレンズじゃんけんしたいと思います。最近あんまり勝利もできなくてごめんなさい。ということでいきます。よいしょ、いきますよ。せーの、ミレフレンズじゃんけんじゃんけん、はい。今日はとパールちゃんを出しました。見てください、今日もたくさんの方が見てくださってありがとうございます。めっちゃ光が反射しますね、ここ。やば、やばやばやばい。え、なんかすごい反射してる。パールちゃんだけめっちゃ光が当たってる。面白い。ということで今日もたくさんの方がなんかパールちゃん大変なことになって、なんか模写みたいになってる。ブヒブヒブヒー、なんだこの顔は、ブヒー。あー、待って待って待って、パール、これもこんなパールちゃんも可愛いってことで、あ、私どうなんだろう。え、私なんもなんない。かわいそうにパールちゃん。あ、でもちょっとなる、あ、少しだけなる。ということでありがとうございました。今日もたくさんの方が見てくださってありがとうございます。コメントしてくださった方、星投げしてくださった方、ギフト投げてくださった方、本当にありがとうございました。次の勝利もいつになるか分かんないんですけど、また配信予定入れておきます。ごめんなさい、喉が。で、今日は、大富豪はやります。だけど多分朝ではないです。多分朝はできんかな、夜くらいですかね。夜にまたやろうと思うので、メール取ってくださってる方はメールに書きますし、大富豪のコメントにも書いておくので、何時からやるよって、楽しみにしてください。楽しみにしててください。じゃあ行きます。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 0 1 0。ありがとうございました。またねー。